まあ、これだけ多くのお客さんが来ていただきましたから、はい、本当に盛り上げていきたいなと思います。ねえ、そして万博もあと500日、そういよいよもう1年半ですから、もう頑張って万博の誘致頑張ろう言うてて、ここでそうなんですよ、で決まって、もういよいよという、そうです、どんどん近づいてきました。そう考えたら考え深いですね。今田さんではあんたで誘致できると思ってなかったんです。いやいやいや、どうぞ、大阪の力を信じてましたよ。大阪ですよ、大阪ですよ、もう当たり前ですよ。だっていつやるかも知らなかったでしょ。知ってますよ、2025年ぐらい2025、ミャクミャクでしょ、ミャクミャクです。当たってますよ、はい、お願いします。いや、よろしくお願いします。さあ、横浜市長、いかがですか。いや、本当にこうランウェイ、こんなに多くの方に集まっていただいて、はい、本当にありがとうございます。たくさんの出演者の方がいらっしゃいますので、一日楽しんでいただきたい。すごいですよね、1000人、そして1000人以上、そして、はい、なんと、はい、あのミーシャさんも、はい、いや、ちょっとね、ミーシャさんが、はい、ここに来るんですよ、歌うんですよ、この移動するミーシャさんが。皆さん、まあ、本当に見に来てください。まあ、ほんまに来るかどうか分かりません。来てますよ、来てます。最後の最後新郎へ響き渡りますよ、新郎です。もう長年モノマネの聞く偽物のミーシャさんの歌しか聞いてないですから、遠くから見たら分からんのか、初めて本物に聞けるのも楽しみです。はい、そしてジェネレーションズの喉を開いてますよ。ジェネレーションズ来るんですか。来てます、来てますよ。もう豪華アーティストがいろんなパフォーマンスをしてくれますから、はい、楽しみ、そちらも楽しみにしましょう。はい、はい、ではですね、今回もね、沿道にたくさんのお客様が集まってくださってますので、はい、吉村知事から皆さんに一言お願いいたします。はい、お願いします。はい、皆さん、今日は移動筋、一緒になってですね、素晴らしい大阪を盛り上げていきたいと思います。今日一日楽しんでいきましょう。ありがとうございました。